あれは暑い夏の日のことでした。ごめんタケル、なんかすごい人と会っちゃって、てか紹介したいんだけど、探偵で占い師の矢沢さん、ほら私たちのこと占ってもらった。え、もう忘れちゃったの？相性バッチリだって言ってくれたの、結婚した方がいいって。矢沢さんの占いってものすごく当たるんだって。さやかもね、結婚前に。結婚の話はしてくれって言っただろう。何よ、トイレ行ってくる。矢沢です。どうも。タケルさんはサリトテ広告社にお勤めなんですってね。はい。社長の田中さんとはよくお会いするんです。そうですか。社長は今山梨に出張中です。はい、知っています。山梨では300万ほど懐に。差し上げます。あなたに必要ですから。え、何ですかこれ。このノートに名前を書けば、その人物があなたのことを忘れてくれます。名前を書いた人が僕のことを忘れるんですか。はい、試しに書いてみます。面倒くさくて自己中でビッチな彼女の名前。このノートに彼女の名前を書けば、トイレから帰ってきた時にはタケルさんのこと忘れていますよ。すいません矢沢さん、なんかトイレでちょっと気持ち悪くなっちゃって。お隣の方は？このノートが僕の人生を変えることになるのです。この時まだ僕は何も知りませんでした。
タケル、お前何やってんだよ。社長もうすぐ来んだぞ。その汚いノートしまえよ。こうやって僕は次々と僕に必要ない人間の記憶から僕を消し去っていったのです。どうも。自分の過去の過ちを消すことにも利用しました。この木村陽子は昔付き合ってた彼女で、僕の浮気が原因で別れたのです。昨日はありがとう。楽しかった。ねえ、次いつ会える？台湾行きたいんだけど。こうやって面倒くさい女の記憶は消すに限る、そう思っていたのです。今日も綺麗だな。社長お疲れ様です。おう三又君。え、いや、あの、いや、源五郎丸君。結城、ま、いいや。山梨300万だ。君たちは僕の出張の間いくら稼いだんだ？あ？ How much？ 竹留ちゃん、なんて私のこと避けるの？いえ、避けてなんかいないですよ。そう、ならよかった。副社長、失礼します。待って、最近社長おかしいと思わない？いえ、私なんか社長に名前すら覚えられていませんから。そう。で、なんで私のことを避けるの？会社に入れてあげたのに。私を抱くのが嫌なの？あの若いバカ女の方がいい？失礼します。僕の行動には必然性があって、常に正しいものだと思っていました。私のこと忘れさせないから。部長、誰も来ないから。ね私好きな人いるんですよ。誰だそいつは。分かった、あのイケメンだろう。どのイケメンですか？いつの間にか、すいません、会社の人間全員の記憶を消してしまっていたのです。じゃあそういう感じでやっていきましょう。おい、なんでお前俺の席座ってんだよ。すいません、どなたですか？なんでだよ。警察呼んだ方がいいですか？どちら様ですか？どうしたの？この方が勝手に入ってこられて。あ、こいつです。不審者ですよ。
ダメだよ。いらっしゃいませ。さえちゃん、俺だよ、タケル。すみません、あのお客様、何か。いや、陽介さん、俺ですよ、タケル。よくここに通ってたじゃないですか。まずは彼女の手を離していただいてよろしいですか。それじゃ、また軽井沢行こうね。え、ほら、そこで二人で後半の別荘借りて行ったじゃないか。そこで何発もやっただろ。覚えてんじゃん、バカ女。俺が相手してたのに忘れてんじゃねえぞ。あんた誰だよ。あんた誰だ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 。誰だ。あんた誰だ。誰だよ。誰だよ。誰だよ。あんた誰だ。あんた誰だ。あんた誰だ。誰だ。あんた誰だよ。お願いです。元に戻してください。なんで、なんで俺が忘れられないといけないんだよ。元には戻らないんですよ。ただ解決策はありますよ。え、あるんですか。教えてください。簡単です。あなた自身を消すか、あなたのことを忘れた人間を殺せばいいんですよ。え、殺す？そうすれば関係に悩まなくてもいいじゃありませんか。売り出しに戻れますよ。あんた誰だよ。